そのスープは人々を魅了した。すいません、スープ売ってますか？舞い上がる花びらに、そこに訪れた人は必ず注文してしまう。リコ！古川さん、俺答えてくれよ。イエスかノーか。ウミガメのスープ、カプリティオレディオ。何の予告編だよ。これ映画版ウミガメのスープ。聞いてる人すごい不安になってる。映画版ウミガメのスープの予告編なんですよね。主題歌小袋なんですけど。やるなら事前に教えてくれ。俺も言うからそれ。多少 BGM とかもね、あとちょっと多少言うし。不安になる。そうだね。その舞い上がるになるまでは BGM あってほしいな。やっぱりね、その映画の予告のそのスープはっていう喋り方が面白すぎて、それがやりたくてしょうがない。本当にそこがやりたい。そこがやる。ウミガメのスープって言ってるな。その喋り方予告でしか聞かない。予告でしか聞かないんだよ、このやり方。めちゃくちゃ面白いんだって。俺本当映画の予告編が好きで、仙台のねしかいなかったから、俺はその子供の頃から映画見るってなったら仙台でしか見るしかなかったから行くんだけど、まあ、決まったビルしかないんだよ、仙台の映画館って。そんなにないから、だから子供の頃って言ったら決まった映画館に行って、でそこにあるその売店みたいなところでポップコーン買ってみたいなのがあるんだけど、その今だったらさ、なんかその映画泥棒とかさ、ね、なんかその事前のやつがあるじゃん、ファミルサギロッペみたいなね。あ、そうそうそう、はい、でなんかそのなんかランタルしちゃいけませんみたいなとこも、はいはい、そういうのもなくて No kicking。 そう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 、ね、そういうのとかがあるじゃん。 No noise。 いやいや、別に No kicking で分かったから別に、ね、その例を2個出さなくていいんだけど、はい、そういうのがあるし、あとそのムービーニュースみたいなところがあるじゃん、はいはい、で、ムービーニュースはあったの。でもそれ以外の CM がローカルだったんよ、はい、でも知らないから、俺映画のその CM ってもうこれがそうだと思ってて、はい、だから必ず映画を見に行くと、うん、ウッキーウッキートーキンヤグラチャヤ、毎日毎日ドリンクンヤグラチャヤ、はぁどんと来いって言ってて、もうこれ俺と AT はねもう刺さりまくりですよ。おそろさっぱり。何それ、何その映画館が入ってるビルに入ってる居酒屋のヤグラチャヤの CM は必ずローカルオブローカルで、そのビルには僕も行けないから本当にもう何十回も見たんだけど、俺本当にそれ好きで、その予告編とその CM が好きすぎるんだよ、はいはいはい、そういう本当に面白いから、まあ、なくはないけどね。金賞で映画見ると金賞の結婚式場の CM がとか、するけど、うん、そっかそっか、教習所とね、ヤグラチャヤが必ず仙台は、ホテルニューミトヤじゃないホテルニューミトヤよく知ってるね、秋温泉のね。あ、そうそうそう、あれではない。あれではないですね。なるほどね。仙台ローカル CM いっぱいあるけど。へえ、そっか。映画の CM が好きなんだね。俺は大好き。だから予告編をもう本格的に作りたい、いつか。映像付きで、はい、カプリティオの架空の映画を作って。やるか。うん、そう俺死ぬ役じゃん。リコはそのなんかバサンってこうなんかソファーかなんかバタンって倒れて、リコってこう外の人が言ってる声がなんか被って、舞い上がるならビーラにってこう。まあなんかそのあるじゃないですか、その一回音が一回止まって、なんか死んでるみたいになった後に主題歌が流れて、目覚めた心は走り出したみたいになってもいい、そう、が流れるみたいな感じになって、なんか最後に一つそのイエスかノーかみたいな、そので、ウミガメのスープみたいなやつで、遠藤健一さんみたいな声で、あ、そうそうそう、やっぱ遠藤健一さんの声かっけえからな、をやりたいなと思うよね。あれ、うん、でもなんかテンプレがあるかのようにそのそう同じだよなと思って、全然ディスるつもりはないんだけど、そうそう、ね、海外のやつ その映画の予告も同じじゃない？確かにね。全部のカプリティオチャンネルみたいな感じになるじゃん。必ずじゃない？あれって。絶対そう。だからね、やりたいんだよな。なるほど、うん。今日はどういう話題なんですか？はい。前回にね引き続きちょっとテーマをね決めて話したいと思うんですけども、うん、今日のテーマですが、うん、これ言った方がいいんですかね、カプリティオネームでしたっけ。カプリティオネームカプリティオネーム、はい、もう絶対そう。カプリティオネーム M サクさんより お便りをいただいております。 M サクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。読み方ね違ってすいません、うん、いつも更新を楽しみにしております。どうす、お互いの好きなところ趣味、休日の過ごし方についてお話が聞きたいです、うん、というコメントをいただきました、うん、というわけで今日は一日お互いの好きなところ三昧いやーそれ
さ、しんどい、もうこれはしんどいさ、いやもう20年くらい一緒にいるでしょ。まあリコルはちょっと歴短いけど、はいはいはい、言わないよもう普段。そうね、いや好きよ全員のことは、それはもちろんね、はいはい、でも言わないからさ。いやでもね、ここは言った方がいい、うん、あなるほど ね、 あなるほどね、こういう機会じゃないとないしね。そう、うん、結構ね僕らもねヒートアップするとそのなんか熱くなって殴り合いになったみたいな、ウーバーワールド的な使い方、ね、あんま記憶にないけどね、ないなかったけどね、うん、お互いのね趣味の話で熱くなって殴り合いになるウーバーワールドどういう歌詞だろうってあるそれあるから、ね、そうかそうか、オセロの必勝法を教えてくる歌詞とかあるから、ね、ウーバーワールドエクスリーチとか序盤を相手に多く取らせることがなるほどね、ウーバーワールド、はいはいはい、すいません、話がそれましたけど、はいはいはい、なんかそういう、こう改めて言うお互いの好きなところとか、うん、このいいところは俺しか気づいてないんじゃないかみたいなところをね、そうね、あの人のいいところなんて企画もね、あったわけですし ね、ちょっとね、上げていこうかなと思います。なるほど。で、うん、はい、じゃあ今日は、古川さんがいつもね、その開口一番喋ってもらってるので、はいはい、古川さんのいいところを我々3人でまずちょっと喋ってみようかなと思いますよ。はい、どうですか。そうですね、なんかすごいなんか15年前とかに話したくだんない会話とかをすごい覚えてます、でもそうかもしんない、うん、心当たりあるね、確かにね、うんうん、なんかそれ言ったらおもろいと思って生きてるところはあるわ忘れないことが愛の証明みたいな感じで、ね、そうなんだよね、そうそうそう、確かにね、で知るっていうことはちょっとその愛につながるよね、やっぱりね。そうそうそう、うん、だからそのもうその人の YouTube チャンネルの話題を急に言って、いやそれ俺の YouTube だよ、見ててくれてありがとうなみたいなことを言われるのが一応なんか愛のあるいじりかな。覚えててくれてありがとうよ的なことがね、そう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 、あるので、ね、それをなんか評価してもらえるの嬉しいかもしれない、はいはい、俺も未だになんかうちにずいぶん前に泊まりに来た時にうちの妹が人生ゲームやろうみたいなことを言い出した話を未だに結構言われたすごい印象に残ってる、ね、全然重要でもなんでもない、ね、そう会話もなんでもないしめっちゃ笑いが起きたとか大失敗したとかでもないんだよ、なんか石野が本当にその面白くもなってないのにすげえ嫌そうな顔してたいいからいや帰ってるよ、そういうのいいんだよみたいなね、そうそうそう、そういうのいいんだよってなってたんだよね、そうそうそう、確かにね、そうそう、あったね、そういう話は思うね、そういうの覚えてるなみたいなのは確かに印象あるね、うん、覚えてるね、うん、俺はなんか結構そのやり始めたことを成功するまでやるところがすごいなと思って、確かにそれは俺のないところだとは思って、それは結構やっぱり学生時代に僕はその ABC っていう学生限定 の、 その基本問題ナンバーワン決定戦のクイズの大会があったんですけど、準優勝2回とペーパー1位は取ったんですけど、優勝はできなくて、なんかこう格好つけばまあいいやぐらいのなんか甘さがあったのかもしれないんだけど、うん、そこ古川さんやっぱ3回きちんと優勝してるのがすごいね、なんていうか、うん、その達成力みたいな、目標達成力みたいなのは結構すごいなと思ってて、うん、平均順位 1.25 じゃん、そうね、やばいよね、2111だからね、平均順位、麻雀の考え確かに確かに、麻雀で 1.25 あったら本当ものすごいからね、ものすごいものすごいって4位でもすごいんだぞこの大会はそうだね、そうだね、本当にないんだからな、4人でしかやってないと思うね、何百人も来てるぞなんだと思って、リコはなんかつんないですか、ルーカーさんのね、あのまあもともと知り合った瞬間にあのクイズ教えてやるよみたいな関係だったからなんだけど、はいはい、すごい世話焼いてくれる人だなと、面倒見がいい人だなっていうイメージは俺最初から今までずっと持ってるかな、確かに、ね、ずっともう知り合ってから今この現在この瞬間まで最初から最後までお世話になってるから俺は、すごい、うん、冬のそなたの主題歌みたいなもん最初から今までずっとお世話になってるからね、言うかなって思っちゃうよね誰も思わないからね冬のそなたの主題歌知らねえんだよ偶然かぶった偶然会いたい時はいつもそういう理由だよそういう理由ですね、なるほどね、言ったなんだけど、ね、面倒見主義主義って何僕が通ってた一新学院って塾の面倒見合格主義、分かるわけがない分かるわけがないよ、あと合格抜けてるから何も分かんない千葉県民にはこう刺されてます、お世話になったなと、うん、だからでもなんかそうだね、なんかその面倒見じゃないけどなんかうちのいるメンバーのことはなんかもう一生見捨てることはないかなと思ってるね、俺は生涯忘れることはないでしょ、ね、いや愛子じゃないんだよ、愛子のカブトムシの終わりの部分言うんだよなるほどね、そう思ってもらえるのはありがたいことですね、うん、だからね、
まあ、ね、そういうところはあるな。結構ね、リコはね、こう言っちゃあれだけど、不義理を結構働いたのにね、するので、こう言っちゃあれですけどね。未だにね。俺はもう スーパーデジタル人間だ。最悪の人間だから、俺は。なるほどね。まあまあまあ。そんなリコにも未だにラーメンをご馳走する中ですよ。ありがたいことに。ね。いや、いいことです。そうね。なるほど。もっとないんですか、なんかいい、いいところは。いいところですか。もっとないんですかってことについてないんだけど。あのね、俺ばっか言ってあれだけど、はい、めちゃ理知的なのね。もう論理性が、まあ、俺にそういうところ刺さるんだけど、はいはい、好きすぎて。あ、なるほど、うん。人狼とかもそういうところで生きてるなと思うし、まあね、うん、論理マンだなとはすごく思う、ね、うん、俺は そこがね、好きなの。なるほど、はいはい。まあ、ここは嫌いな人もまあちょっといるかもしれないけど、わかりやすい、ね、好み、ね、うん、ニコには刺さってる。なんで俺のいいとこの話なのに嫌いな人いるかもしれない可能性の話しちゃうんだよ。そうだよね、一番論理的だろ、ね、論理で詰めてくるの嫌な人いる。確かに、理詰めされたら嫌な人いるからね。ジャケ買いとかしないのかな、この人みたいな。そうだね、分析してんのかなみたいな。本当になんかそのあらゆるゲームをやってて思うんだけど、はい、これで理系じゃないって変だなって結構俺も思っちゃう。このパーソナリティで文系なのって思っちゃう。文学部だからね。そうそうそう、なんかその理系みたいな思考をしてるはずだなと思ってて、うん、変だなと思うけど、でもなんか話が一番結局は通じやすいのかな、論理的な方がとは思うんだけど、それをやっぱり受け取ってくれる人と取れない人がいて、はいはい、まあそのうちのメンバーは基本それは論理立てて言えば分かる人かなとは思うから、はい、なるほどね、そういう人と仕事をしたいよね、結構ね。そこが結構ポイントかも、俺の中では。相手もロンリーマンが好きなんじゃん。ロンリーマンが好きだね。なるほど、うん、エモーショナルマンよりロンリーマン好き。そうだね、エモーショナルマンよりロンリーマンが好きだけど、まあ、本当にさっき人狼の話出たけど、はい、人狼ゲームとかしてるとエモーショナルマンの方に心動かされたりすることがあるから、はい、ファッションが、ね、あるからね。そうそうそう、だからなんか分かんないもんだぜ人間はとは思うよね、うん、そういうのに負けるとどう思う？え、なんか厚めのシャワーを浴びようかなと思って。その日の夜は。おとなしいな。そうなんだ。そうかーって言って帰ったやつと。熱いシャワーを浴びる。なるほどね。もう涙流して芯取りに来るのちょっと卑怯だよって思っちゃうんだよ俺。そうそう。まあね、そういくつ、まあ限度がね、限度がありますからね。確かに。うん。それはね。そうね、俺これで店だったら人狼やめますみたいな。それずるいよね。ね、それ究極のファッションあるよねなんか。俺だからそれってあの。人間しか言えないじゃん、はい、だから俺人狼の時にこれで俺人狼だったら本当何でもしますからって言って、うん、そのまま人狼でさっき何でもするって言ったじゃないですかって言われて、僕は人狼だから嘘をついてもいいのさっつってなんかね丸く収めたことがある。だってなんかそれを人狼も言わないとさ人間をそれで100パーになっちゃうから、まあ、確かにそれはダメだよなと思って俺も言ったんだけど、なんかそうそう、なんかそれはまあその時はそれで許されたけど、まあ人狼のファッションは別にいいんじゃないのとも思うし、そうだね、まあ俺もファッション出すしね。確かにね、まあ、ありがとうございます。じゃあ僕はそんな言ってもらってめっちゃ嬉しい、はい、あとは次誰の話する、なんか俺もじゃあリコかな、言われたリコかな。リコね、うん、リコはおいねえのかよ。腹立つな。いやちょっとパッと思いつかないな。そう、ね、品がないみたいな、そういうのがなんかあれは出てくるから。好きなところ言うはるなんだよこれ。AT の話するじゃん。なんか飛ばすなよ。あるある、いっぱいあるよ、リコのいいところは。そうだよね、うん、確かにね、南方の出だみたいな。俺について言うよ。いやなんかありますよ、本当あるはずなんだけどな。なんで考えてる。ある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 、俺が好きなものを好きになってくれることがリコはすごい、すごいそうだよね。そう、なるほど。これはなんかリコこれは好かれるなと思って、俺も見習わなきゃなっていう、うん、結構思う、うん、あなんかでもその表面上好きなフリするとかじゃなくて本当にハマってるじゃん。そう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 、なんだよね。リコは例えばどういう、例えばそのまあ僕らちょっと気持ち悪いあれですけど、一時期シェアハウスをしてましたね、はい、一緒に住んでたんですけど、まあなんか仕事もちょっとしつつテレビを一緒に見てたんだけど、僕が当時見てたその横浜の試合もそうだし、大河ドラマの真田丸もそうだし、あと AKB48 のチーム8のなんかバラエティ番組をまあよく見てたんですよ、うん、そのトップリードさんがね当時まだまだまだね、ところで、あの面白かったんですけど、そういうのをなんか見てはこれめっちゃ面白い、これめっちゃ面白いですわみたいな感じの嘘じゃなく伝えてくれるのが、いやこいつ可愛いあるなーっていうのはね思いまして。なるほど、うん、横浜好きになったの本当に石野さんきっかけで、うん、今ファンクラブにも入ってるから、ね、マジで好き。
すごいよね。やっぱ暗黒時代を経験してないから、俺とかちょっとまだ嘘なんじゃないかみたいな。そう騙されんぞみたいな。そうそう。結構横浜優勝とかね、喜んで書いてる人もいる中、はいはい、いやいや、まあ、まだ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 よ、うん、みたいなね、ところもありつつなんですけどね。結構リコはね、そういう、なんていうか、可愛げがね、あっていいなと思います。うん、はい。他は。まあ、結構そういう感じだな、俺。まあまあ、時間当たりたい。いやなんかリコはね、あれなんだよね、その俺も結構そのさっきの話と似てるんだけど、論理的なんだよ、うん、リコは、うん、ですごく論理的なのに、うん、なんか人の気持ちがどういう時に上がったり下がったりするかっていうことにすごい敏感だったり、はい、その見地があるタイプなのよ。だから先輩とかにも好かれやすいタイプかなと思うんだけど、うん、なんかそのリコがいることで俺のパワーが上がるってことは結構あるなと思ってて、触媒みたいなこと。そうそうそう。なんかそのリコってそのまあなんかそのちょっと明るいキャラだから、はい、俺は結構その思い詰めてしまったりすることがあるタイプで、はいはい、でそのさっきも言ってくれたんだけど、何かをその完璧にやるまで、うん、こう自分を許せないみたいな感じなのね、パーソナリティとして。ってなった時に、本当にそういう時にリコの明るさに助けられることがあって、本当にあのね、忘れられないのが、俺カラオケの採点にめちゃくちゃハマってて、はいはい、で当時あの、今も好きだけど乃木坂46のことが大好きで、うん、新曲が出るたびに100点出すっていうのを自分に課してたんですよ。新曲のたびに5、6曲出るからね。あ、そう。で、その5、6曲を100点出すのってすごい結構時間がかかることなんで、うん、一発とかでは出ないから、うんうん、何回もやって同じ曲を何回もやるんだけど、だリコがカラオケに行くっつって一緒に行ったんだけど、うん、俺がずっと同じ曲を歌って99点、うん、99点、98点とかなってるのをリコがもうずっと同じ曲を聴かされてるわけ、リコは、うん、で、その間リコはなんかあのパチスロの曲かなんか歌っててお前自由だなってなるんだけど、本気いたんかな、何かな。2回に1回俺はその同じ曲を歌っては、あークソダメだったかみたいな、はい、僕ダメかみたいなって全然楽しそうじゃないわけ俺としては、うん、で、なってた時に、うん、いやこれちょっと古川さん、これちょっと空気変えましょうみたいな、リコが、うんうん、でこれちょっと古川さんが一番得意な歌歌って一発こっちで一回100点出しましょうみたいになって、いやいや他の曲歌ってもそのちょっと記憶がなくなるから、その前の記憶を引き継いで歌いたいから他の歌うのダメだよみたいな、うん、なんだけど、いや一回これちょっと流れありますから、これちょっと流れありますみたいな、歌ってそうめちゃくちゃ論理的そうそう論理的話なのに流れをあるのあるとしてるって、麻雀に流れないはずなせいう論者のはずなのにここには流れが存在するという説が出て、はい、じゃあつって俺は歌って、まあ、100点出て、はいはい、でこの感じでいきましょうみたいな、うん、でこの感覚でちょっとさっき言ってくださいよって歌ったら普通に100点出たですごいめちゃくちゃその俺という人間を知っててめっちゃこのなんていうかな、うん、盛り上げてくれるなというのは思ったから、なんかこう結構リコがいることで俺たちそのまあリコよりちょっと大人メンバーも、うん、なんか仲良くやってるところはあるかなとは思うね。なるほどね、うん、まあ、ムードメーカーだよ。そう、そうなんだよね、うん、主な登場人物、人一倍頑張り屋のムードメーカーみたいな一行でね、説明書かれるのがリコだったんだっていうね。そうね、2ページ目に小さくいるやつじゃん主人公じゃなくてあんまりすごい能力とかはないそう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 ね、むしろなんかそれ、まあ、石崎とかもまあそうだね最終回に活躍できる可能性があるよね失敗した後それを倍のパワーで挽回することでムード作るから、ね、ファンキーガッツマンみたいなとかあるから、ね、エッティは特にないんですかいやあんまりそのなんかリコと2人で遊びに行ったりとかないから、なんかあんまりそのまだちょっとそのエピソードトークみたいなのもあんまりちょっと、なるほど、ねえ、まだないんですよ。これはな。でも一緒に今度遊びに行こうって話を実はしてて、何すんの？なんかエティ最近ポーカー行ってるって。あ、そうだね。最近ちょっとよく始めてるんですよ、はい。ポーカーのトーナメントとか行って5位になってきた、5位優勝してきた。すごいね。すげえっつって。ね、でその唐突に言われたから、なんか誘ってくれたら行ったのにって言って、だからリコもやってるのね。そうそう、ポーカーは俺昔からやってるから、うん、じゃあ今度誘うわみたいなことになってて、うん、まだ誘い待ち。なんか俺こういうのアイドルのバラエティ番組でご飯行きましょうって言われて誘われてないみたいなのすげえ聞くなって気持ちいいな。本当にそそろな感じになっちゃう。そうそうそう。いや、それと次元違って。次元が違う。次元違う、ね。誘いあるだろこれ。そうそう。これだから四分の。さすがに悲しい。これは、ね、ちょっと AT 誘ってもらえてね。にね、でも合宿にでも行ってください。じゃあ今度は、はい、行きましょう、ね、はい。AT のいいところはね、まあ、結構あるんじゃないかな。分かってる、うん、そうですか、うん。まあなんか俺は高校時代から知ってるから、うん、あれなんだけど、まあね、AT はね、なんかね、職人みたいなところがあって、うん、もう今の仕事でも結構そうかなと思うんだけど、ね、とにかくなんか
他人がどうとかっていうことはあの、ね、結果で見せるって感じなんだよね、はいはい、だから自分の中であの納得いくことをしていたら人がついてくることもあるし、ついてこないこともあるが、うん、あまりどうでもいいみたいなただ才能があるのでやっぱりすごいものを作る時があって、そうすると結局人がついてくるって人生を歩んでるような印象があるね。確かに。だからなんかあのなんか美術館巡りを急に始めたりしたじゃん、なんか、ね、はいはい、なんか何軒回れるチケットだったっけ、ね、なんかその東京近郊のな80個ぐらいのなんか美術館とか博物館に、うん、あの2ヶ月間行けるチケットを買ったので、うん、じゃあ2ヶ月で全部行こうっつって誰から金もらえるわけでもなく、当時チャンネルもやってないから、そうですね、それね、はい、特集とかもできず誰に褒められるわけでもないのに自分が納得するからやっちゃうのよ、そういうの。サーティワンアイスクリームに31個のフレーバーがあるから1ヶ月31個食うみたいなことを始めて食っちゃう人なんですよ。すごい大学の頃でね、それがあった、ね、一人黄金伝説みたいな生き方しててすごいなと思うけど、その今も企画とかもやっぱりなんか結構自分の中で納得いくものを出して、うん、それにこう評価がついてる感じがするから、うん、なんか結構俺とかは周りが求めてるものをリサーチして出すっていうタイプだから、結構違う、うん、タイプが違う、なんか同じものが受けてたとしてもやり方が違うから俺は結構参考になるし、そこは結構尊敬できるなと思うね、うん、そうだね、うん、企画もの YouTuber 前とした生き方をしとるか、あー、うん、なるほどね、うん、かもしれない。確かに、まあ、うん、サーティワン全部食うとかね、うん、なんか普通の人はやることじゃない、ね、YouTuber の生き方なんだよね、 YouTube がない頃から、うん、そうそう、普通になんかブログになんかね、うん、これこれとこれを増やしたみたいなこと書いてあるよ本当に何の金にもね、ならない、誰かに褒められたくてやってるわけでもないからね、はい、確かに。なんか俺も近いようなところがやっぱ思ってて、うん、そのなんだろうな、うんうん、まあ能力が高いと思ってて、うん、多くを語らずに、まあ、結果で出すから、そうだね、結局なんか頼んどけば勝手に質のいいもので出してくれるというか、うん、すごい利回りのいい銀行みたいな、預けとけば、そう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 、まあね、でも失敗もほぼないし、そうね、うん、あとまあ問題を作るのが普通のクイズも謎解きもまあめっちゃうまいなっていうのを、そうだね、思ってて、うん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 、多分その10年前も今も問題作るのが上手い人10人挙げてくれってやったら絶対エティ入れるかなって気は、うん、確かにありがたいよね、うん、これは結構、まあ、俺も結構そのみんなの能力を適正に評価してるとは思うんだけど、うん、一応ね、まあ、俺が代表ということもあって、はいはい、ただそのクイズ作家としての能力は俺よりエティの方が高いかなとは思ってる、結構、なるほど、うん、なんか俺は総合力ではまだそのね、はい、俺しかできないこともあるからだとは思うけど、うん、作家単品だったらちょっとエティが一番すごいかなとは思うな、うんうん、確かにね。AT 単体だったら世間が拾ってくれないんだよね。ああ、まあ、俺はなんか AT を宣伝する係として。営業力、宣伝力みたいなのを補う、その、トムの兄みたいなのが必要なわけだ。そうそう。AT は本当にあのゴッホみたいに死んでいく可能性がある。早めに手をが出たっていう、はい。弟のね、セオゴッホがね、売り出したことで売れたんだけど。大して売れなかった生前には。赤いブドウ畑しか売れなかった説がありますからね。はい、まあ、ゴッホもアイスをめちゃくちゃ食ってた可能性あるからそれないよ。そみんながあんまり触れてない高い能力で、うん、もう大喜利力とか面白さのところがある。ああ、そうね。そうね。ギャグセンスを。俺は、ね、あの、ね、動画編集してるから分かるんだけど、うん、もう AT 言ってることめっちゃ面白いよね。ああ字幕作る作業が面白くて、うん、大喜利企画とか最近よくやるじゃない。昔と比べてね、うんうん、まあ、一応クイズという体で、そう、ね、大喜利企画なんて僕たちはやっていない失礼しました、クイズ企画、めちゃくちゃ真剣にクイズやってる、本当に正解を出したいと思ってるそっちは嘘つけよ、ガンバ大阪とか言ってたキュアクレーっつってまあ俺は結構そのYouTube とかやると、まあ、やっぱ一般に分かりやすいようなことを言うっていうこともあると思ってて、はい、それも大事なんだけど、やっぱり結構その尖ってる AD のやつに俺は結構笑ってしまうことがあって、うん、そうね、うん、俺未だに面白いのはあの前にもうみんな配信されてると思うんですけど、あのジョイマンクイズをやった時に穴埋めしましょうっつって、はい、で源は頼朝ほにゃららメルギブソンってやつで、はいはい、まあ、本当はメルトモメルギブソン、はいはいはい、頼朝とメルトモがかかってるってやつなんだけど、ね、AT が「はい」っつって、じゃあ AT ってやって、源は頼朝、義経メルギブソンって言ってた。いや、これすごいよ。怖えよ。怖いよなって。いや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 。ね、何もかかってないという状況。そうそうそう。怖いよ、マジで。め
ちゃくちゃ面白かったんだけど、その4分の3を源の話に使ってメルヒモソンだけポンっているんだけど、これめちゃくちゃ面白いと思って、それがね、やっぱ俺ちょっと忘れられない、めちゃくちゃ面白いなと思って、そのくらい振り切れちゃうと、やっぱちょっと俺頭キー触れてるのも面白いと思ってる説があるので、はい、その AT のキー触れボケは面白いんですよっていうのはちょっとね、もっと知ってほしいですね。なるほど、じゃあ頑張ってキー触れを頑張ってね、頑張りますよ、これからしてくださいよ、お願いしますね。はい、じゃあ最後、石野さんのいいところ、はい、どうですか、皆さん。いや、だからないんじゃないんだけど、うん、最初に語り出すのが難しいんだよ、ね、いや、なんかいいんだよ、どんどん、うん、来てくれ、おりこ。おりこありますよ、はい、ね、真面目。まあね、まあ、真面目ね、これね、あんまり気づかれないかもしれないけど、本当になんか4人の中で一番真面目なやつだよ。それは恥ずかしい、これはそう。いやこれはね、本当にね、みんなに知ってほしくはある。この真面目、本当に真面目。ま、俺と真逆すぎて。うん、ふざけんぼみたいな、そう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 、パーソナリティと真面目さは別だからね。そうそうそう。動画上では結構ふざけた発言とかもするけどもね。もう超真面目。真面目だね。常識人なんだよね、一番なんていうか。そこに関してはね、めっちゃ尊敬してるんですよ。韓国総裁みたいなやつとかは外さない印象もあるし、結構重んじてるよね。そうですね、確かに、なんか俺たちの中で唯一積極的に墓参りしそうなやつなイメージがあるですね。そういうイメージか、まあ、そうかもしれない。深田さんには確かにあんまりそうしなさそうって。俺は墓参りしないし、自分が死んでも墓でいらねえと思ってる。思想が出ちゃってんじゃん、もう新しい新たな思想の話してんじゃん、もうそうなってくると。いや、なんかそういうのを重んじてるしなぁとも思うしね、はい、そういうとこはいいとこだよね。はい、ありがとうございます。うん、真面目か、まあそうね。うん、AT も誰のことも褒める気ないみたいな伝わらない。押し出されて、先生に褒められて、すげえ貯金作ってんじゃん。満足度だけ高まってんじゃん、ほんとに。まあまあ褒めたぞ。そうですね。なんかあるでしょ。そんなことある？いやいやいや、思ってはいるけど、なんかあれなんかな、その自分の中での納得の部分があると難しいから、俺よりもっとあるはずだみたいな。俺が言っていい？はい、あのね、知識の幅がね、えげつないの、まあね、ちょっとね、俺もね、いや悔しいけど、ちょっとね、まあその、うん、AT は作家として強いみたいなのはあるけど、クイズをする時の幅はもうこれ勝てないかな、正直。 ABC ペーパー1取ってるのもあるし、あのもう普通に堂々と苦手ジャンルありますか、ないですって言えるのがすごすぎて。そうないね、すごすぎて、ね、もうそんな聞いたことないから。いや、多分古川さんも歴史苦手って言っちゃうぐらいだから。俺は苦手なのをね、なんとかこう埋めて頑張ってるけど、なんか埋める気配もないっていうか。そう全部知ってる感じする。いやー、そんなことないです。なんか世界史の本とか物理の本とかちょいちょい読んだりはしてるよ。努力はしてるわけだ、ね、けどね。なんか俺としてはさ、なんかその、まあ、結構成績的には競ってきたから、はい、あんまりこの負けを簡単に認めたけど現状もないんだけど、幅はもうすごいな。なんとかその、現役時代は俺はスピードとか、うん、あのテクニックで勝ってたけど、最近俺はもうその現役からも離れてるから、うん、ちょっとどんどん離されるんじゃないかと思って、うん、ちょっと戦々恐々とはしてるよね。なるほどね。うん、まあ、そうか、幅っていうのとちょっと近いかもしれないけど、なんかこう社会人時代には、社会人、まあ今も社会人なんだけど、サラリーマンの時とかは転勤とかになった時に、地方でもなんかクイズがなんかできるといいなとは思ってて、うん、なんかその難問系しかうちのサークルやってないですよとか、うん、なんかこう傾向が結構地方によってはあったりする中で、なんかどういうのにもある程度対応できるといいなぐらいには、なんか、どの地方のサークル行っても、その色に馴染めるように何でもやっとこうみたいな。まあそうだよね、だってイントロとかだってできるからね。あ、まあまあ、まあ、結局ね、歌詞棒とか、まあ歌詞棒に関しては古川さんの方がだいぶできるんだけど、まあ俺日本で一番強いって言われてる。歌詞棒だけは得意な。イントロはね、同じくらいです。歌詞棒読みクイズ ね、うん、そう、我々結構イントロとかもね好きなんでね、本当はやりたいんですよ。そう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 、という、まあね、YouTube ではできないからね。俺は、まあ、もう一番、まあ、長い友達だから、まあまあ一番友達みたいな感じはあるから、改めて言うのもなんなんだけど、まあね、あの情に熱いんですよ、石野さんという人は。はい、まあ結構友達、家族とかを大事にする人で、わかるわ。まあ結構そのもう友達だった時間が長いので、友達時代の話をこうメインに思い出すけど、まあなんか本当に究極俺が困ったとかになった人生で数少ない時は一番助けてくれてたかなという感じがするな。
なんかこの間ラジオでも言ったけど、その、あのブラック企業で、ね、寝ながら車運転しそうな時に電話をずっとしてくれるとかこれってすごいさ、もう彼女の海外資産レベルじゃん、なんかこの、ね、寝ないように電話してくれるとかあったんだけど、俺がね、一回本当になんか発作みたいなのが起きちゃって、なんで起きたのか結局分からなかったんだけど、うん、で、あの目の前がぐにゃぐにゃぐにゃってなった時があって、前職、公務員時代に、うん、で、夜中にもうなんか朝の5時とかに、うん、なんか呼吸ができなくなって、はっはっはっってなって、だからで、こう目がグラグラグラってなって、うん、視界がぐるぐる回って、もうやばいってなって、あ、死ぬんだと思ったのね、うん、このまま、呼吸もできないから、はいはい、で、あ、なんか心臓発作とかあって、こういう風に起きるんだなって思ったんだよ、初めて、うん、で、親に電話して、ごめんけど、なんか死ぬかもしれないから今までありがとうって言って電話切って、親の次にはもう医師に電話しなきゃと思ってすぐ電話したんだよ。で、あ、今まで本当にありがとうみたいな、あのとても大好きな友達でした、ではっつって電話切ったので、そっから、あ、俺いつ死ぬのかなと思って発作がついてるんだけど全然死なないのね、もう死ぬんだろうなって、笑い話いい、ね、なんだろうなこれと思ったら、あの当時ね、もう俺も一緒に葛飾に住んでたから、もう急いでパジャマのまま自転車飛ばして俺の家までガチャンと入ってきてくれて、で、それで救急車に一緒に乗って病院までついてきてくれて、して、あの診断結果を受けたら、あの何かの病気じゃない発作でしたので、午後から病院行かないで、あの会社行っていいですよって言われたのね。怖すぎる。何でもない、原因不明の何でもない発作なんで、あの午後から仕事できますって言われて、いや、こんなんで行けるか、俺死ぬと思ったんだぞ。しょうがなく石野と一緒にカラオケ行って、あの葉っぱ隊っていうお笑いグループが歌ってた、やったっていうのがあって、その生きてるって素晴らしい的な歌詞を、まあ、2人で歌ったっていうのがあって、まあ、なんか俺がなんか死にそうになった時には石野に電話するんだなってことが初めて分かったから、だからそんくらい感謝をしてるんだろうなとは思うよね。ありましたね、駆けつけるんだね。まあ駆けつけるんだよ結局のところ。だからまあまあ、そっかそっかって、なんか疑似体験した、死ぬのをVR 体験してるじゃん。そうそうそう、めちゃくちゃ360度死にそうだったもんね。本当に俺の家だみたいな。なるほど、はい、っていう感じですか。あ、エピさん、あ、これ整いましたね。すごい、眠りの小五郎みたいになってる。コナンがいねえから何も始まんなきゃ。エピさんよ、すごいな。ただ麻酔針を打たれる小五郎しかいない。まあまあ、これ本当になんかちょっとプラスの要素を拾うとしたら、じゃあ AT、俺のことはちょっと好きなんかなと思う。ずるいぞ、長いんでね。ずるいぞ。そうだよ、本当にさ。でも、ね、また同じこと言ったときに AT から言われるようにこう、はい、徳を積んでいきましょう、ね、我々は。そうね、我々は積んでいきましょう、それでいいかな、うん、そうね。でもなんか AT がね、本当に昔からね、人のことをね、あんまり好きとかね言わないし、褒めたりもそんなにしないんで、俺も知らなくて、俺別に AT 俺のこと好きじゃないと思ってたのね、もっと嫌いでももちろんないけど、別に俺を好きっていうわけじゃないと思ってたんだけど、はいはい、俺がなんか高校3年で AT が2年の時に、なんか外から来たクイズの人に、うん、なんか酒井くんって仲いい友達とかいるのみたいになってて、あ、いますよみたいななって、でもまあ、ちょっと少ないですけどねみたいな話をしたの、うん、で、なんか、え、そうなの、じゃあなんかその、誰と仲いいのみたいな話になった時に、じゃあ古川くんは友達度とか、まあ、好き度10のうちどのくらいなの古川くんに対しては、って言ったら、うん、そうですね、9くらいですかね。え、9も好きなの俺のことそれが、じゃん、そう、思ったより疲れてたから、言わないけどそうなんだと思って、なので結構言ってないけど、まあ思うことはいろいろあるんだと思うね。そうそうそう、5か6ぐらい、5か6ですか、頑張ろうぜ。 5もある、6、あ、やばい、嬉しい、嬉しい、だいぶ嬉しいぞこれ、すげえな、わかんないけど、6で萌えアニメに出てくる言葉少ない理系の女みたいな感じ。数値化してほしいね、なんかね、これ萌えるね。おー、なんだってこれ、これでもう AT 人気とかだったらやだな、本当にもう、いい生き方しやがって、ね、それあるよね、でもね、あるあるある、ね、まあそうなんですよね。いやー、まあ、AT がいい回だったな、なんか、ね、結論としては腹立つな、ね、ちょっと徳を積もうっていうことですか ね、 ね、まあ、こんな4人でございますよ、僕たちは、はいね、いや気持ち悪い、もうお互いもやって気持ち悪い回だった、ね、好きなところをね、言い合うっていう、ちょっとなんかね、かゆくなる回、いろいろともすれば気持ち悪くなる回だと思うんでね、 M 作さんが言わなかったらやらなかったでしょうからね。そうですね、すいませんね、いやいや、まあ、こういうのも面白いところでございます、はい、ほどほどにね、しつつね、はい、というわけでね、いかがだったですかね。今後また取り上げてほしいテーマとかね、その他お便りなどございましたら、動画のコメント欄やツイッターの方に送ってください。
ください。いっぱい書いてほしいです。はい。いろんなね、なんかこれで30分持つのかよとかね、そういうニッチなテーマでもね、なんか取り上げたらね、面白いなと思いますので、はい、ぜひお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。